皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回は大学2年生が結成した新しいファゴットアンサンブルユーゴットの皆さんにお越しいただきました。ユーゲントとファゴットを掛け合わせて作った名前ということで、はい、まあ、ユーゲント青少年若いっていう感じですけど、皆さん若いですね、大学2年生。はい、若い女の子です。最強です。なんか今回さ、まあ、ツイッターで、まあ、話してお願いして、でそっから今日初めましてなのに、なんかさ、あんまかしこまる感じない。すいません。でもなんかいつもこんな感じでずっと喋ってるので。あ、そうなんだ。いつも通り5人いれば大丈夫って感じ。すいません、なんか結構さ、俺もかなりおっさんだから、おっさんと対峙するのにみんな緊張してくんのかなと思って、意外とそんなことないなと思って。いや、でもすごい話しやすくて。あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあまずはね、ちょっと今回狭いところでやってるのでマスクつけたいということなので、マスクを外した状態で自己紹介からいきましょうか。はい、お願いします。丹下花です。出身は愛知県です。好きな食べ物はラーメンです。ユーゴットの中ではちょっとだけ、編曲を担当してるのと、あと営業担当をしています。よろしくお願いします。あれ、出身大学言ったっけ。あ、言ってないです。出身大学は、出身大学、出身というか在学かも。あ、今在学してるのは愛知県立芸術大学の2年生です。ということは今日これ東京で撮影してますけど、はい、わざわざ愛知県からいらっしゃるんですね。はい、お疲れ様です。はい、高山穂乃です。埼玉県出身で埼玉県愛が強いです。武蔵野音楽大学2年です。好きな食べ物はタコわさび、しめさば、カツオのたたき、あと耳が好きです。つまみじゃねえ。酒好きか。クラシック音楽も好きなんですけど、ジャズとか、あとボーカロイドとか、いろいろな音楽を聴きます。お願いします。はい、かわいい。山形優奈と申します。出身は兵庫県尼崎市っていう、ちょっと治安の、はい、治安の悪いところなんですけど、今は東京芸術大学の2年生でやらせていただいています。好きな食べ物は、お酒の方が好きです。好きなお酒は、ウイスキーが好きです。なかなか早いな。二十歳になったばっかりだ。すいません。はい、ユーゴットでは、編曲とか、あと SNS の更新も頑張ってやってます。よろしくお願いします。はい、長谷くるみです。武蔵野音楽大学2年生で、出身は群馬県で、今も群馬から東京に毎日通っています。で、好きな食べ物は野菜以外です。野菜食べれないです。ユーゴットで特に何も担当してません。お願いします。石橋かなです。大阪教育大学の2回生です。好きな食べ物はじゃがりこで、特に塩とごま油が一番好きなので、ぜひなんか差し入れとかしてくださる優しい人がいればよろしくお願いします。あ、ユーゴットでは、経理的なのを担当してます。お願いします。はい、ということで自己紹介していただきましたが、このユーゴットみんな大学が違う。で、前もね、なんか大学が違う集まりのファゴットアンサンバル、あれは一学年上になるのかな。そうですね、中心になってるのは、多分年齢的には上なんだよね。ちょっと下の学年か同じぐらいの人もいるけど、下の学年もいないか。いないですね。でも年齢はみんな上って感じだけど、そのまあちょっと下になるわけだけど、だけど東京の大学じゃなくて関西までまたがってるっていうのが面白いなと思ったんですけど、
そこら辺はどういった経緯でアンサンブル組んだんですか？私がツイッターで、その全国からファゴットの音大生を集めてアンサンブル出したいっていう風に呼びかけに集まってくれた人たちなので、追配に。ツイッターをよくやってるっていう感じで、SNS でつながりました。そうです。へえ。じゃあツイッターで普通にツイートでアンサンブルやりたいって言ったら、私もみたいな感じで来たの？そうです。DM して私とかも、もうなんか、私もやりたいみたいな。そんでたまたま同じ学年の人が集まったの？そう、たまたまです。あ、そうなんだ。すごいね。それで、ちょっと関西も愛知もいるけど、いっか、みたいな。なんか、それを前提として、なんか集まってきたっていう感じだったので。ああ、もう全国にまたがって、みたいな。へ、はい、で、このユーゴットの名前は、まあさっきユーゲントと、ファゴットを組み合わせて作ったって言ったけど、これはどういう思いを込められてるんですか？は、みんなでその名前を考えようって、まあグループ作ったら結構みんなで話すじゃないですか。その時に、私がもう天才的ひらめきをして。天才的ひらめき。とりあえず、何が特徴かなって思った時に、まあやっぱ若い。若い。若いね。若い女の子。ファゴット。かわいい。自分で言った。でとりあえず、まあ、若いと、まあ、ファゴットを組み合わせてみようと。でドイツ語、まあ、ファゴットだしドイツ語がいいかな、ドイツ語で調べたらたまたますごくいい単語があるじゃん。すごくいいのかわからないですけど、でもうなんていうか、もう響き的にも覚えやすいかなと思って、言うことがいいんじゃないかなっていう提案をしました、私が。でいいじゃないかと。はい。俺思ったのは、まあ、前のアンサンブルはコンサートやりますみたいな感じで名前も決まってない感じだったけど、今回名前決めてちゃんとアーシャもしっかり取ってるじゃん。ちゃっかり。あ、随分ちゃんとしてるなみたいな。でなんか一人ずつ同じポーズで写真も撮ったりしてるじゃない、あのプロフィールのしてるやつとか。あれはどういう風にこう考えてるの？みんなで考えてるんだよね。その3月のコンサートに向けていろんなことやっていこうっていう風にまず動き出して、うん、じゃあチラシに載せる写真が必要だよねっていうことで、そのカメラマンの人を、カメラマンっていうか、そのカメラが趣味の先輩がいらっしゃったので、ちょっと撮ってくださいませんかっていう風に、うん、で撮ってくださいました。でそれも、はい、東京に来て、あれは、夏休みに、それをね、夏休みに、初めましての状況で、1週間ぐらい合宿を愛知県、岐阜県、隣の岐阜県でやったんですけど、その時に、ちょっと県芸の方まで来てもらって、写真を撮りました、ね。へぇー。あ、じゃあそうか。もともと、知り合いだった人は一人もいない？は、高校同期と、あと、ここ大学同期くらいです。あとはもう会ったことない、喋ったことないみたいな。あ、そうなんだ。はい。で、愛知にみんなで集まって、初めまして。でもそれまで、ズームとかで、そのなんか、こんなコンサートしようとか、こんなことしようみたいなこと言ってたんですけど、まあ、今日初めまして。初めまして、お友達にしましょう。そうそう。初めて、そう、そういうこと。すごいね。でもなんか、今らしいね。そう、それこそ俺思ったのは、昨日さ昭和音大出た吉田みなみちゃんと一緒に演奏してて、で、ユーゴットの人知ってるとかいう話で、で、2人でそのプロフィールとかを見せたの。そしたら2002年生まれてるよ。で、2002年っていうと、2002年で今大学2年生なんでしょ、はいはい、2002年は俺大学2年の年だった。おお、そうなんですか。で、だからみんなストレートで入ってる。そうですね、みんな20歳、はい、もう20歳になった、はい、なりました。19の人もいます。19の人もお酒飲んでません。だよね。19の人はもうちょっとお酒を待つけれども、はい、そうです、20歳の年ってことだよね。そうです。ってことはさ、ここ20個違うんだよね。あ、どんだけ俺がおっさんなんだって話だけど。私たちが若いフォローになってなかった。そう、ということで、その若いならではのなんかこう自分たちのアピールポイントみたいなのは
その3月のコンサートとかはあるんですか？そう、私演奏を聴いてて、はい、有名なのでドルチッシモさんとかいらっしゃるじゃないですか、とかの演奏をもう高校の時からずっと聴いてて、あ、じゃあダンサブレってあんな音が鳴るんだと思って、いざ集まって音を鳴らしてみたら、なんか元気だなって思って、私は元気だなと思ったら、なんかもう合う曲がなんかドルチッシモさんとかとかとはちょっと違うかなと思って曲も決めたりちょっとしたんですけど、とりあえず明日コンサートがあるんですけど、明日あるコンサートでは威風堂々を今日五重奏の番に編曲してやらせていただくんですけど、もう多分すごく合ってると思います元気よくっていうの、ツイッターで出してたのが威風堂々だっけ、はい、そうか、まずは私たちの元気な音を聞けと、はい、そうですね、しっとりしたのがちょっとまだ叶わない感がすごいので、その3月のコンサートっていうのは東京でやるの、はい、結構曲はさっき編曲担当もしてますって言ってたけど、編曲ものもあるのかな、そう、曲が多いの、どういうアイドルみたいな、なんか誰かアイドル好きがいたよね、あ、そうなんだどういう感じのプログラムになりそうなんですか、決まってるのはまずキャンディードがあります。キャンディードファゴットゴムだよな序曲でしょ、はい、その新しいねまあ元気な感じもするしね、まあ、じゃあそういうクラシック系のもあるし、ポップスかなんかもやるのかな、やってないあ、ガチクラシック、編曲はあるけどクラシック、そのクラシックのオーケストラ曲をその五重奏版にしたりっていう感じで、なんかファゴット五重奏のオリジナルの曲がそもそもすごく少ないので、そういうので編曲していってとか、ちょっとなんか私たち的にまあ、この曲好きじゃねえなとかはあって、これからはちょっとやっていきたいとはあるんですけど、やっぱちょっとやりたい曲をやりたいねっていうのは、でも確かにファゴット五重奏ってなるとコントラが入ったりするんだよね、コントラもいます、え、コントラ今回入ってるあります、あ、そうなんだ、はい、あとなんかあるアピールポイント、私たちのアピールポイント、その編曲を、はい、特にこの二人がしてくれて、はい、でそれをオーケストラで他の楽器がやっている部分をファゴットでやったりして、すごく勉強になったり、テクニックも向上したりしてるなと思います、はい、編曲が容赦ないんですよ容赦ない、高等技術を必要としてくる編曲をしてくるので、ね、単純に技術が上がります、まあもできるだろうみたいな感じでも結構もうそれぞれ先生も違うわけでしょ、今習ってる先生、そうですね、そしたら吹き方とか音とかもだいぶ違う全然違う、まあそこら辺も楽しみか、結構ファゴットってさ、ファゴットアンサンブルで一緒になると誰がどの音か分かんなくなるのも俺魅力だなと思うんだけど、結構分かる、いや、だいぶ分かる、だいぶ分かる、その人のファゴット聞いたことあるって人だったら、今誰誰吹いた、あ、吹いたって絶対わかります、やっぱりちょっと、なんだろう、もうドルチッシモさんとかを聞いてたら、ちょっとその耳で来ちゃうと違うんですけど、でもそれもその一人一人の個性が出てても、なんだろう、なんかもう様になるように練習はすごくしてます。3月15日に手荒高等小ホールにて優吾と初のリサイタルを行います。なかなか聴けないファゴット5人のアンサンブルで面白い曲目を準備しています。チケットはこちらの QR コードからか、優吾とのメンバーの DM でも受け付けております。待ってますうわつまっちゃった